生ですか？女子高校生です。何年生ですか？ここ2年生です。ここ1年生です。ここ2年生です。ここ1年生です。どこかの高校のダンス部かなんかなんですかね？いや、もともと前にやってたダンススクールがみんな一緒で、それで卒業したり、まだいる子もいるんですけど、なんかみんなで楽しく踊りたいねってことで。普段練習はどんなところで、どんな感じでやってるんでしょうか？アリウス、平のアリウスっていうところでいつも練習していて、主にコピーユニットみたいな感じで、いろいろなアーティストさんのダンスをコピーする。今日はこういったステージに出てますが、ステージとかは普段どんなステージに出てるとかっていうのあるんですか？何か、まあ、今後のスケジュールでもいいでしょうけども。今日でイベントに出たのが2回目で、まだ結成して本当数ヶ月ぐらいなので、それで2回目なので、今後まだ予定はないんですけど、何かイベントやってる方がいたらぜひネオプロに呼んでください。ぜひこれから売り出し中ですので、何かイベントがある方は呼んでください。じゃあ4人、数ヶ月、まあ、4人ね、組んでですけども、今後の夢、まあ、この4人で今後ね、こういうことやっていきたいなとか、もしかしてね、テレビに出たいとか、誰かのバックになりたいとか、そんなのもあるかも、誰かセンターになって歌って、3人で踊るとか、いろいろある、選択肢はあると思うんだよね。今後の夢、これ誰か代表でいいかな？代表で大丈夫？一人ずつ聞いた方がいい？代表でいい？はい。代表で。これからこの4人でいろんなイベントに出させていただいて、他のメンバーとかもどんどんこう集まってきていただいて、最終的にはもう e-girls ぐらいも 大人数でみんなで踊れたらなって思ってます。はい、じゃあぜひ i-girls なんかいわきは、でも i-girls がいいかダメだね、違う名前にしてね。ぜひ、あ、この名前のまま行くのかな。あ、ちなみにごめんなさい、この名前の由来は何ですか？ごめんね、急に聞いちゃった。英語詳しくないんでよくわかんないんですけど、なんかネオが新しいとか新たなっていう意味で、クローニーが絆とか仲間とかなので、新たな仲間っていう意味でネオクローニーって付けさせていただきました。いくら人数が多くてもこの名前でも大丈夫だね。はい、では、これから何人も増やしたいということですので、ダンスに興味があるななんていう方はぜひ声をかけて、この後この会場では何かやってるんですか？私たちは、いろんなとこでお手伝いをしてます。この格好でですか？はい、じゃあすぐ分かると思いますので、ぜひ声かけてください。ではネオクローニーの皆さんでした。ありがとうございました。素晴らしかった、かっこよかったよ、かっこよかった、かっこよかった、かっこよかった。